東京で活動してたんですけど、今秋田に戻ってきてやってます。で、自分は秋田から日本のトップミュージシャンを目指すという目標を立てて今やってます。で、あの日本のトップミュージシャンになれたとして、やっぱアーティストは何かを伝えられる人じゃないといけないなと思って、で自分は何を伝えようって思った時に、やっぱりみんなが明るい未来を想像できて、で夢を叶えられるような世界にしたいなと思って歌ってます。で、先ほども店頭で歌った No Cry という曲、この曲は、バラードで人の背中を押せるような夢の後押しになれるような、そういう思いを込めて作った曲です。聴いてください。 No Cry。 No Cry。 たとえば僕らの積み上げたものが崩れ去っても、Good Night。 眠ったらまた新しい日々が始まるだけ。いやいや、あなたが笑うから釣られて僕強いバラードと、あとはちょっとリズミカルでかっこいい曲、
があるので2曲目はそっちのかっこいい方ブラックピースという曲をお送り したいと思います。世の中にはピースってホワイトであるべきなのになんか黒いブラック企業だとかブラックなピースが世の中に多すぎるとその怒りを込めて作った曲ブラックピースです。聴いてください。中途半端なの